大日本帝国憲法では公務員は、管理、日本国憲法でも73条に、管理となっている。しかし、国家公務員法は戦後のどさくさまきれの、占領中にできた国際法違反の、インチキ法律だ、憲法の15条に公務員を、選び、罷免する権利を有している。国民固有の権利である。公務員は、管理、としなければ辻褄が合わない。憲法15条に違反するインチキ法律だ。日本国はこの地上に存在していない大日本帝国の幽霊国家だ。政府は解体し、国民主権の国に作り直すことだ。ちなみに大日本帝国憲法には、第19条、日本臣民派法律命令の定むるところの資格に応じ等しく、文武官二人寺れ及びその他の公務に就くことを得る。公務員の責任は現憲法においても、大日本帝国憲法でも、同じだ。職務違反は現憲法においても、責任を取り罷免だ。当然、国民に損害を与えたので、損害賠償はインチキ公務員の、管理に行える。管理であるので、国民に説明責任を、問える。それもこれも、戦後のどさくさまぎれのインチキ政府の、解体しかない。77年間は保護領下。属国の傀儡政府だ。これから属国、インチキ政府の解体、軍法会議が行われるであろう。